皆さんこんにちは。レック専任講師の伊藤です。それでは目指せ CFP 資格の魅力と合格の秘訣、 CFP のガイダンスを始めてまいります。よろしくお願いいたします。このガイダンス、短い時間ですけれども、これから CFP 試験を目指す方にとっていろいろな情報をですね、まとめてお話をしていきたいと思いますので、しばらく資料なども活用いたします。お話を聞いていただければと思います。これから CFP の試験の受験される方、その受験の時期なんですけれども、2020年の11月 CFP 試験、これに向けてのですね、情報というものをここで資料も揃えましたので進めたいと思うんですが、この2020年の11月の試験に向けて、今このガイダンスをですね、聞いていただいている方が果たしてこの時期、それがいつであるのかということ、これを聞いていただいている時期によって、やはりその対応というのも大きく違ってくると思うんですね。そしてもう一つは、 CFP の試験というのは科目受験をすることができますので、これから初めて CFP の試験を受験するという方と、それからすでに科目合格をしているという方、今度の11月の試験に合格をすれば6科目の合格が全て揃うという方もいらっしゃると思います。つまりこのお話を聞いていただいている時期であったりとか、それからお一人お一人のですね、その今の試験に向かう状況によっても、やはり少しずつ違いが出ると思いますから、そのあたりの違いもですね、できるだけ多くの方に情報提供ができるように区切ってお話をしていきたいと思います。まず2020年の11月の試験、ここが初めての CFP の受験であるという方にとっては、じゃあ受験をしようか、あるいは受験をせずに、今まで FP 試験、例えば2級の試験に合格をしたということができたので、まずこの2級の試験で FP 試験合格したから、 CFP 試験はどうも難易度が高いようなので、ここでやめておこうかというふうに考えていらっしゃる方もいるかもしれません。確かにですね、難易度、当然難しい試験になります。ただこの CFP の試験に合格をすることによって、やはり FP の資格の中の最も上級である資格を得ることができるので、まず今こうして FP の学習を続けてきた方にとっては、ここで止まることなくですね、さらにこの上の資格 CFP もう一つありますから、そこまで進んでいっていただきたいんですね。特に FP としてこれから業務を行っていこうという方にとっては、やはりその上級資格である CFP、 これを保有するということは、やはりその信頼性の上でも非常にメリットがあると思います。業務をするだけではなくて、 FP というのは資格は取ったけれども、自分の仕事の中のある一部だと考えた方にとっても、その仕事の中で関わる人の中で、やはり自分と共に一緒に仕事をしている人の中では自分が一歩抜きんでたいとなった時には、さらに上級資格であるこの CFP を取得するということ、やはり大きなメリットになると思います。この FP の上級資格というのは CFP 試験だけではなくて、1級の試験も設定されています。この1級とそれから CFP の違いということも少し後ではお話をしていきたいと思うんですね。こうして受験をするか否か迷ってらっしゃる方にとって、ぜひ受験を進めていただきたいということになるんですが、その全ての方にとって、もう受験をするということを決めている方にも含めて、全ての方にとってやはり必要になるのは、まず1点目のポイントとして、今まで覚えてきたこと、これを確実に自分のものにしておくということが大切なんですね。難易度が高い試験だということを今申し上げました。突然ですね、その難易度が高い分野に飛び込んでいくのではなくて、やはりその基礎になっている部分というのをまず着実に自分のものにして、そしてその上に積み重ねるような形で学習をしていくのが、やはり合格への近道ということになるんです。今まで覚えたことというのは、まず試験の部分でいうと2級の FP 試験、これを受験している方が大部分ではないかと思います。その2級の受験の際に覚えたこと、これをもう一度、いわば復習をするということも重要なんですね。特に2級の合格から時間が経ってしまって、そして今回 CFP の受験をしようという方にとっては、なおのことこの2級までの復習、これをぜひ心がけてみてください。そしてこの2級までの復習を今申し上げている理由というのは、 CFP の試験は科目別に受験をすることになります。 FP の科目は全部で6科目ありますので、
その6科目、まあ、つまり6科目合格しないと CFP 合格者認定者にはなっていきません。6科目の合格をする必要があるということは、ここで一つ一つの科目それぞれについてある一定の基準を満たしていかなくてはいけないですね。2級までの試験というのが科目別ではありませんでした。そこで2級までの試験であれば、仮に得意な科目不得意な科目があって、不得意な科目で得点が取れなかったとしても、得意な科目で得点を取ることによって合格の基準、これを満たすこともできたわけです。学科試験と実技試験という言い方で2級までの試験が行われてきましたので、その学科あるいは実技ともに一定の合格の基準を満たせば、仮に得点を取れない科目があっても他の科目で補うことによって合格になったという可能性もあるかもしれません。そこで仮に不得意な科目があった方は、特に2級までの復習ということに十分な時間を使っていただきたいんですね。今これを見ていただいている方が、まだ試験までの期間が数ヶ月ある、例えば3ヶ月4ヶ月あるという方にとっては、もし苦手な科目があれば、これまで使ってきた2級の教材これなどを使う、あるいは2級の過去問題などを見直すことによって、あ、この科目ではこういう内容があった、この科目ではここが間違えてはいけないところだった、ここを振り返っていただいて、そしてその振り返ることが必ず CFP 試験の合格にもつながっていくということになるんですね。この2級までの振り返りということ、これを1点目のポイントとして、これから CFP 試験に初めて臨む方にとってはまず申し上げておきたいと思います。では資料に沿って進めていきたいと思いますので、資料の方画面でもちょっと映していきます。資料を手元にある方はその資料の方をご覧いただけたらと思いますね。まずその資料の1ページ目のところになります。タイトルが書いてあるところですね。そのタイトル最初のところ、資格の制度、まあ、種類が一覧表になっているところがありますので、この資格制度のところでちょっとお話をしていきましょう。 CFP 試験受験するためには AFP の認定者であること、これが受験要件というところに書かれています。 AFP の認定者にまだなっていない方にとっては、まず CFP の受験の学習を始めると同時に、この AFP の認定者になるということも進めていかなくてはいけないんですね。2級の試験には合格をしたけれども、その2級の受験資格は3級の合格であったり、あるいは実務経験を有することによって2級の受験をした方は AFP の認定研修、これをまだ終えていないという場合もあるかもしれません。 AFP の認定研修を終了して、そしてAFP の認定者になることによって、初めて CFP の受験要件を満たすということになります。この AFP の認定者になること、そして認定研修をすること、まあ、このあたりはですね、どちらかというと2級までの情報の中に提供されているところですから、どのようなことをやってこの認定研修であるのか、そして何をすれば終了するのか、まあ、このあたりも2級までの範囲の中での情報収集していただけたらと思います。そしてそれが認定者になって CFP を受験するための一つの目安、これ申し上げておきたいと思うんですが、 AFP の認定者、もちろん CFP の認定者もそうですが、ここにあるように認定機関は日本 FP 協会です。つまり AFP 認定者であるためには、日本 FP 協会への、まあ、いわゆる入会をするという必要があるんですね。そして入会をして AFP の認定者になって初めてCFP の受験資格を有するということになりますので、この AFP になるための登録の期限、これが設けられているんです。 CFP の試験は11月ですけれども、その11月の試験の受験をするためには入会の期限があります。これを申し上げておきますね。 AFP の認定者になるために、遅くとも9月の23日までには日本 FP 協会に対してAFP の認定のための入会の申請をしなければいけないんですね。で、この入会の申請をするためには、その9月の23日以前の段階で AFP の認定研修を終了しておく必要がありますから、まだこれが終えていない方、入会が終わっていない方、認定者になっていない方は、そのスケジュールを確認していただいて、遅くとも9月の23日までにはAFP の入会をする、 AFP 協会への入会をするということを進めていただきたいと思います。この9月の23日というところが、最終的には11月の試験の出願日、
ここに影響していくんですね。11月の試験の出願はインターネットで出願をする場合には9月の3日から10月の2日までと決められています。10月の2日これが出願の期限になりますから、先に申し上げた9月23日までの AFP の認定のための入会の申請をし、そして AFP の認定者になり、その上で10月2日までには CFP の出願をする、これで初めて11月の試験の受験をすることができるということになっていきます。まず受験要件が AFP 認定者であるということをですね、その部分について少し疑問点のある方はこの段階でクリアしていただきたいと思います。そして資格制度をもう少し補足しておきたいと思いますが、この資格制度の表をですね、ちょうどこの中央に書かれたこの縦の線のところで左右これ分けて見ていただきたいと思うんですけれども、まず中央の縦の線のところから左側が CFP と AFP と書かれています。民間資格国際とありますけれども、 CFP が上級資格であって AFP が普通資格であると、まあ、このように日本 FP 協会でも言っていますね。そしてこの2つに共通なことは2年ごとの更新が必要ということです。資格の更新が必要なんですね。で、この資格の更新のために何を行うかというと、一定の継続的な教育、これを受ける必要があります。つまり AFP でありに CFP でありというものについては、その資格を認定した上でさらに継続的な教育を続けていくことによって一定のライセンスを持ち続けることができるということになりますね。この2年ごとの更新というのは単位を取得するという言い方になるんですけども、単位を取得することによって2年ごとに資格の更新をするということになります。これに対してこの中央の縦の線から右側のところ、これが国家資格となっています。2級3級というところ、まあ、このあたりは割愛しますけれども、1級を含めてこちらは更新が不要です。つまり1級 FP 技能士として合格したものは、それは将来にわたって更新をすることなく1級 FP 技能士であるということが言えるわけですね。上級資格が CFP であり1級でありということになりましたけれども、まず2級に合格している方にとっては、その中で上級資格どこを目指していこうか、 CFP を目指すか1級を目指すか、あるいは双方を目指すか、このあたりも選択肢の中で考えている方も多いのではないかと思います。そしてこの資格の更新がある、あるいは更新がいらないということの違いを考えたときには、やはり将来のことに対してアドバイスをしていく FP 業務というのは、その時の新しい情報、これをもとにして将来のプランニングをしていく必要がありますから、過去に合格をした時の知識のままで将来の新しいプランニングをするというのは、そこに時間のずれが出てしまいます。そこで新しい情報を常に習得していくためには、この資格更新継続教育というのに大きなメリットがあるということも理解していただけると思いますね。その下のところはこの CFP のライセンスに関するところ、それから資格の会員の数などがありますので、これは参考資料として見ていただければ良いと思います。現在日本 FP 協会の会員の中で CFP の認定者は約2万3000人ということに増え続けてきているところですね。では次の2ページのところへ進めていきましょう。今度は CFP 資格審査試験、具体的なその内容スケジュール等に移っていきたいと思います。まず試験の日程です。2020年の11月の試験、11月の8日、それから11月の15日、この2日間に行われます。そして第1日目第2日目と分かれているようにですね、科目別の試験ですから、それぞれの日によってこの行う科目というのも当然決められているんですね。この日程なんですけれども、6月と11月、1年間に2回この CFP 試験が行われます。で、その中でおおむね第2第3の日曜日にこの試験が行われ、さらにはこの科目についてもこの順番というんですかね、これも毎回変わることなく行われています。で、ただですね、この今11月試験のガイダンスというお話をしているんですが、残念ながら2020年の6月の試験は中止になってしまっています。これは新型コロナウイルスの影響ということになるんですが、2020年6月試験、これを目指して学習を積み重ねて、そして仕上げてきた方、2020年の4月の出願の直前になって
6月の試験が中止であるということが発表されてしまいました。ですからこの2020年は11月の試験一度だけということになりましたので、今まで6月の試験に向けて学習してきた方も含めて、もう一度今からの時間をこの11月の試験に向けて学習を積み重ねる、これをモチベーションを保っていただきたいんですね。で、ここで言えることは、一定のモチベーションを保つということと同時に、やはり6月の試験に受験するつもりであった科目にさらに仮に学習時間が加えられるのであれば、より多くの科目を11月に受験するということも方法として出てくると思います。例えば1回の試験で2科目ずつ受験をしようと考えていた方、今年の6月の試験でその2科目の受験ができなくなってしまいました。であれば、その今年6月受験するはずであった2科目と、それから次に11月で受験するためであった2科目、この4科目を11月の試験で受験すれば、大きなスケジュールの狂いにはならないと思います。この科目というのは、その日程が決まっていると同時に何科目を受験するかということももちろん選択できるわけですから、これから初めて受験する方にとって6科目の中で仮に科目を選ぶときには、6月の試験が11月の試験にそのままスライドして合わせてその合計科目を受験しようと、こういう方法も考えられますね。これによってやはり一定のモチベーションを保ちつつ、最終的なゴールになるタイミングは変わらずにCFP の認定者になるということも可能になってくると思います。初めて受験する方にとってはこの科目の選択というのが非常に大きなところになっていきますが、今までのデータで見るとほとんどの方が1回の試験で2科目程度受験をしています。そして科目合格を積み重ねて2科目ずつの受験であれば、最終的には3回の試験を受験することによって6科目の合格ということにもつながっていくわけですね。日程の中でもう少し触れておきますが、各科目の試験時間は120分、そしていずれも4択問題です。4試択一の問題が50問出題されます。50問の問題で4試択一ですけれども、2時間で回答するというのは試験時間を考えると非常にタイト、まあ、つまり限りなく短い試験時間の中でこの50問の回答をしていくという必要があるんですね。1科目にかける時間120分ですが、仮に1日に3科目を連続して受験をするということになれば、試験時間だけを見ても1日に6時間問題を解いていることになりますので、もし分割して受験をしようという考え方であれば、1日に受ける科目の数は多くとも2科目までに詰めていくと、そして2日目でまた2科目を受ける、これによって4科目を構成して1回の試験で受験するという方法も良いと思います。この科目を選択する方法なんですが、やはり初めて受験する方、つまりこれから6科目の中のどれを選ぶかという方を前提にお話をしていきますと、やはり2級までの試験で得意となっていた科目、これから優先的に受験するというのがメリットが高いと思います。苦手な科目があった時には2級の復習をするという話もしたんですが、それでもやはり得て増えてがあった時にはまず得意な科目の受験をし、そしてもう一つの方法としては日常の実務につながりのある科目、これを優先的に受験をする。例えば他の資格を持っているということでも考え方はあると思います。宅建士の資格を持っている方、不動産運用設計を優先的に受験をすることによって、やはりそこでは高いアドバンテージがあると思うんですね。そしてあとは業務の内容、例えば金融機関で仕事をしている、保険会社で仕事をしているということになれば、それはやはり日常的に関わっている内容が問題の中に含まれてきますから、金融資産運用設計やリスクと保険、これを先に受験をするという方法もあると思います。得意な科目や関わりの深い科目を優先的に受験をして、科目の選択をして、そして複数科目を受験するという計画をまず立てていっていただきたいと思います。逆に言うと、この科目の選択を決めていかないと学習がスタートできないと言ってもいいかもしれないですね。この科目の選択をして、その次の段階の情報として合格率のところを見ていきましょう。ここに2019年の2回の試験の合格率と合格の基準が一覧表になっています。
合格率、これは言うまでもなく、まあ、パーセントになるわけですけれども、合格の基準というのは、これは50問という出題問題に対する必要な正解数です。ですから、2019年の11月の試験で言えば、27と書かれた金融のところは、27問以上正解することによって金融に合格であったということですね。この金融にとってはたまたま2回続けて27問以上正解すると合格であったということです。そしてこれは基準は一定ではありません。この表にある通りですね、毎回の試験によっても科目によってもこのように変わっていきます。例えばかなり大きな多くの問題まで正解をしないと合格できなかったのは、この中で見ていくと33という数字が書かれている2019年6月の不動産の試験ですね。33問以上正解しないと合格ではなかったということです。まあ、一概にその問題の難易度、あるいは受験者の層、いろいろな条件はあると思うんですけれども、ここにあるようにですね、これを押しなべてしまえば30問前後と言えると思います。約30問正解をするとほぼ合格の範囲であるということにはなります。ただ30という数字が2級までの試験のように6割という基準で発表されているわけではありません。そこで30問が正解できたとしても不合格になってしまうというケースも多々ありますね。そこでこの基準の表の中で一つ持ち上げておきたいのは、やはり7割、つまり問題の数でいうと35問、35問以上の正解をできるようにこれから仕上げていっていただきたいと思います。35問ということになれば50問の中での35問ですから、2級の時に決められていた合格基準よりは上回っているんですが、過去2回の試験の中を見てみますと、35問を正解すればこの情報、過去の中では全て合格の範囲内に入っていきますね。そこでどの科目であってもやはり35問以上正解できるようにこれから学習の積み上げということをしていっていただきたいと思います。この35問を取る、そしてスケジュールが決まっているという中で、あとは今これを聞いていただいている時から試験日まで何日間あるかによって、当然選択する科目というところにも違いが出てくると思います。35問以上取ることができるようにするために仕上げるには一定の時間がかかる。それは勉強時間かかります。その勉強時間がどれぐらい避けることができるかによって、やはり何科目受験するかということにも関わってくるわけですね。仮に1ヶ月で1科目を仕上げようという計画を立てる方にとっては、今からまだ2ヶ月あるとなれば2科目の受験であり、3ヶ月あれば3科目の受験でありということにもなると思います。もちろん CFP 試験は6科目を一度に受験することも可能です。この1日目2日目全ての試験を11月に受験をして、そして合格を目指すという方法も一つあると思います。ただこれも過去の結果ですけれども、6科目を受験するという人は非常にわずかな人数です。そして6科目を受験をし、そしてそれが全てその試験の回で合格できる、この合格率は別途発表されていて 8% 程度、まあ、10% に満たないんですね。 10% に満たないということは、この試験6科目に分かれていますけれども、やはり全てをまとめて合格するときには非常に難易度の高い試験が合格率からも表されていると思います。そこで科目選択するということを有効に使っていく必要があるのがこの CFP 試験ということも言えると思いますね。その下のところに一級技能士との関係というところがありますから、ここもちょっと簡単に一級技能士のことを含めてお話をしておきたいと思います。この表は左の方から、まあ、矢印が右の方に進んでいってます。左の方に FP の実務経験というところから始まっていますけれども、実務経験がないという方、まあ、前提として実務経験がないと考えれば3級の合格をするか、あるいは AFP の養成講座と呼ばれている認定研修を受講するか、このいずれかによって2級の試験に合格をすることができる。そしてAFP の認定研修を終えていれば AFP の認定者であり、2級の合格者、2級 FP 技能士になることができます。 AFP の認定者になれば CFP の試験の受験をすることができると、まあ、このように右の方に進んでいくんですが、一番右のところの下に1級 FP 技能士があります。1級の試験というのは
下の段にあるように学科試験と実技試験が行われます。この構成というのは2級までと同じ学科と実技。この学科というのはこれは科目別ではありません。それは2級の学科試験がそうであったように、1級の学科試験もやはり6科目を総合的な形で試験を行っていきます。そして難易度は1級ですから、6科目の内容をすべて網羅して学習し、この1級の学科試験、受験し合格したものが次に1級の実技試験に進むことができるんですね。この1級の学科試験だけを見てみると、やはり合格率は 10% 前後と言ってもいいと思います。CFP の試験の6科目をすべて出願し、一度に合格できるものが 10% に満たないとすれば、この1級の学科試験の合格率が 10% 前後であるというのも、ほぼその数値的には同じ率が結果として出ていますね。そしてこの学科試験がそのように難易度が高いものであるのに対して、ここで一番下に1行文章があります。CFP の6科目合格者は1級 FP 技能検定の学科試験が免除。ということはこの図の中にあるように CFP の資格審査試験のところから矢印が下に向かって下がっている、下に向かって書かれているところがありますね。ここで下に下がったところには1級の実技試験のところが矢印が向かっているところです。つまり CFP の資格審査試験、これが6科目合格することによって学科のところはもうすでに通り抜けたと、このような判断をしてもらえるんですね。学科試験が免除、そこで実技試験だけを合格をすれば CFP の認定者となるものが同時に1級 FP の技能士になることもできるわけです。こうして CFP の合格者、認定者になったものが1級技能士になるということも可能になります。いわばライセンスが上級資格として2つ持つということにもなるわけですね。で、その方法としてはもちろん1級の合格を学科試験から続けていき、 CFP の試験も続けていきという方法ももちろんあります。ただこの免除という仕組みがある以上ですね、そこを有効活用して CFP 試験の方を先に受験し合格をした後1級技能士を得るという方法も考えていっても良いかと思いますね。これは1級の学科試験のその合格率というところなども当然ながら影響するというふうに考えてください。次に3ページ進めていきましょう。今度は学習方法についてです。この学習方法についても今お話をしてきたように、すでに科目合格をしている方、それから試験までの時間がどれぐらいあるかによってもその方法は変わってくると思います。まず前提として、これからすべての科目6科目の受験の前提にある方、そしてある程度の学習の時間があるという方にとって、まず効果的な方法というのは複数科目選択をした時の重複事項なんですね。ここには重複事項ということで4つの項目が出てきています。ライフ、リスク、あるいは金融、相続といったようなところでの組み合わせが書いてあって、これらの項目というのはいずれもの双方の科目の中でですね、これを学習していくことになります。例えば相続財産の評価ということになれば、不動産の科目でも学習し、相続事業承継でも学習しということになります。つまり不動産と相続を同じ試験のタイミングで受験するということになれば、このようにいくつかの項目について効率的な学習をすることができるということになりますね。ここにはないですが、例えば税金に関しても、そのタックスとそれ以外の科目という組み合わせは非常に効率的だと思います。タックスで学習する内容が金融であっても、あるいはライフであっても、そしてリスクであっても、保険と税金、あるいは年金と税金といったような形で重複項目になるんですね。ですから重複項目が多い科目をまず詰めていく、それを受験するということも方法だと思います。もちろん効率的にあまり良くない組み合わせということはありませんので、やはりここでもその得意な分野ということを中心に複数科目を選択するということが良いかと思います。その下のところへ進めていきましょう。効率的な勉強方法のところです。ここは35問程度の正解ということを先ほども合格基準の中でもお話をしてきました。この35問をでは正解をするためにどういう勉強の方法があるかということなんですが、やはり過去問題、これを十分に読み込んでいく必要があります。読み込むというのは解くという以前の段階と思ってください。
問題を解いてそれができる、あるいは間違えたというその前の段階で問題を十分に読み込んでいく。で、これ読み込んでいくと何がわかるかというと、難易度、これが分かってくるんですね。その難易度が分かる、これは例えば学習を始める前であれば、今現在2級の合格した後という段階かもしれません。2級までの知識で解ける問題、これがどの程度あるのかということを過去問題を読み込むことによってもある程度理解することができます。例えば、あ、この問題であれば今まで知っている覚えた知識で CFP の試験の問題だけれども回答ができるということになれば、そこはもう学習がある程度進んでいると考えてもいいんですね。つまりどのぐらいの難易度であるか、どれぐらいまで難しい問題を解けばこの35問に達することができるかということを過去問題で判断していく方法があります。これによって必要以上に難しい論点ということを無理に長い時間をかけて学習しなくても良いということにもなるんですね。50問の問題ですから、当然そこには難易度が高い問題であったりとか、2級までの学習の範囲では全く網羅していない内容であったり、あるいは同じ1問であっても非常に回答するために時間のかかる問題というのが含まれています。これらにあまり振り回されてしまうと120分という時間の中で解ききれない、いや解かなくてもいい、こういうふうに切り替えていきましょう。解かなくてもいいというのは、50問全部解かなくても35問を正解すれば合格になるわけですから、まずはその問題の中をよく分析をして、そして難易度を把握する。難易度を把握してみると、複数の問題で2級までの学習範囲で回答することのできる問題というところも出てくると思います。50問の中には、まあ、1割程度、別に決まりはないですが、これ私の感覚で言うと5問程度は非常に難易度の高い問題や時間のかかる問題が含まれています。この5問程度含まれている複雑な問題についてあまり学習をすることは効率的ではないと考えてください。過去問題を十分に把握をするということは、問題を回答できるか間違えたか、それを直していくかということの要素の他にも、このような全体の効率的な勉強の準備につながっていくと思います。そして2点目なんですけれども、実務の関連ですね。で、実務を行っている方にとっては、やはりその実務上行っていることと、それから試験で回答する内容とに違いがあるケースがあります。ここはよく注意をしておいてください。当然日常的に簡略化して行っている業務であっても、それは業務上簡略化しているだけであって、正しいルールはそうでないかもしれないという場合があります。それは試験問題では当然正しいルールに基づいて回答しなくてはいけないわけですから、実務での日々慣れている事項と試験で回答しなくてはいけない事項との違い、これは要点として比較対象しておくことも必要だと思います。そして3番目は法改正についてですね。11月の試験では法令基準日は2020年の4月1日です。ということになると、2020年の税制の改正というものが2020年4月1日施行されれば、その内容は当然11月試験の範囲ということになります。今回の2020年の4月1日法改正の中で税制の中に取り上げられたのはあまり多くの要素はありませんでした。例えばNISA制度の見直しなどというところが代表的に出てきているところがありましたけれども、ここで気をつけなくてはいけないのは、法令基準日は確かに2020年4月1日です。ただ税制の中には過去の改正の項目が2020年から適用されるというものも多々あるんですね。具体的には2018年の改正項目の中にあった、例えば基礎控除の額、所得税の場合ですね、住民税の場合も同様です。この基礎控除の額というものが2018年改正の中で取り上げられ、それが適用されるのは2020年の計算からになるんです。問題は当然その試験の時期に合わせた設例ということになりますから、おそらく今回の2020年11月試験は2020年の分の所得税額などを計算するという問題が出題されると思います。その時に2020年改正だけを見ておくと過去の改正、これ見落としてしまう可能性がありますから、やはり
今年から適用される内容がどこにあるかということも覚えなくてはいけないですね。そしてもちろんそれはすでに改正済みですから、教材の中には2020年からの適用ということで教材に書かれていることをそのまま覚えていくことで準備はできると思います。ただ過去と変わっているということを早合点しないということも必要かもしれないですね。そして出題される項目については当然品質の項目とそうでない項目もありますから、やはりここもテキストで全体を勉強していく中で頻繁に出題されている範囲とそれからそうでないというところの見分けということも慣れていっていただきたいと思います。そのテキストでの学習ということをお話をしましたが、講座について少しその下のところで触れておきましょう。 CFP の講座についてはまず大きく講座2つに分かれています。1つが受験対策講座、ここでは科目別のテキストを使ってインプットの講義を行っていきます。当然ここは CFP 試験に出題されるところを網羅していくわけですから、仮にここでテキストを使ったインプットに仮に不十分な点があると思う方は、この前段階としてプレ CFP 講座というものも準備しているんですね。このプレ CFP 講座は2級の教材を使って2級の復習を行っていきます。そして2級の復習を行った後、いよいよ CFP の学習範囲ということでこの受験対策講座、もちろん復習が不要という方はこの受験対策講座から取り掛かっていただくことで問題はないと思います。この科目別のテキストを使っていきますから、当然自分が受験をしたいと考えている科目だけ受験対策講座の中で選択をして学習を続けていっていただきたいと思います。この受験対策講座は1科目12時間の講義時間です。講義時間は12時間ですが、当然その講義で聞いたこと、覚えたこと、これをその以外の時間のところで繰り返して知識を確実にしていただきたいと思いますね。そしてもう一つの講座が実践演習講座、これは過去問題を解説していく講座です。過去問題については直前の試験問題を使っていくことになります。ただ直前の試験問題だけでは内容が網羅しきれない場合もあるので、この直前の試験問題とは別に問題集をもう一冊準備をして、そして品質事項の問題集というものを品質事項だけを編集した問題集、これを使って実践演習講座を行います。この実践演習講座は科目ごとに各科目6時間の講義を行っていきます。この講座が2つある中でインプットとそれからアウトプット、アウトプットは過去問、具体的な演習はご自分の時間でやっていただいて、そして問題ごとの解説要点、これを解説するのが実践演習講座ということになります。そして講座を終えた後は模擬試験がありますから、この模擬試験によってやはり想定される問題50問、そして試験時間、このあたりをご自身で区切っていただいて最終的な仕上げ、その仕上げが先ほど来申し上げているような35問以上の正解につながるかどうかということの確認にも使っていただきたいと思います。この資料について全体で4ページ構成されています。今3ページ目までのところでお話をしてきました。やはりこれからどれだけの時間を割いて学習をすることができるか、あるいはどの科目を選択することができるかということを踏まえながら、できるだけ効率的な学習を進められるように考えて準備していただきたいと思います。そして資料の最後のページについてはちょっと簡単に触れておきますけれども、まず上のところはこの今後のですね FP ビジネスについてまとめて書いてあるところですね。すでに FP ビジネスをなさっている方についてはもうこの中のいずれかということにもなると思いますし、やはりFP 以外のライセンスというものも持つことによってその業務の相乗効果ということにもなると思います。そして下のところは CFP の認定制度、これは6科目の合格をした後ということにつながっていくところなんですが、 CFP の6科目を合格したということはまだ認定者とは呼ばれません。まずは合格者ということになります。そして6科目の合格者がここに書かれている内容の認定制度、これをすべて終えることによって初めて CFP 認定者になることができるんですね。一つはエントリー研修、これは現在では通信によって行うことになっています。それから2番目は実務経験です。通算で3年間、これは今すぐこの実務経験をぜひ積んでいただきたいんですね。過去から数年間、10年間ですね、この間に行った実務経験について
このエントリー研修の段階で自らが申請をする必要が出てくるんです。ですから FP に関わる簡単な実務、どういう実務でも構いませんので、この実務をしておくことによって実務経験ありということをまず準備しておいてください。仮に実務経験が全くないということになれば、これに代わる研修などを受けるということも必要になります。そしてあとは手続きを踏まえて CFP の認定者につながっていくということになるんですね。この2020年の11月 CFP 試験、まだ時間が十分にあると思う方、さらにはもうあまり時間がないけれども、もっといけば出願は終わっているけれどもまだ勉強が進んでいない方、いろいろな方がいらっしゃると思います。そのご自分のペースでまず学習を進めていただいて、そして科目合格、さらには6科目の合格ということで、いち早く合格を重ね、そして CFP 認定者になって活躍されることをお祈りしたいと思います。それでは CFP のガイダンスを終わります。